工藤雄一は、日本の教育者。横浜総英中学、高等学校校長。教育再生実行会議員、経済産業省、エドテック委員、文部科学省、教育長、校長プラットフォーム発起人などの校職も務める。山形県鶴岡市生まれ。鶴岡南高校卒業。東京理科大学理学部応用数学科卒業。 1984年より山形県薬味郡松山町で数学の中学教諭を5年務めた後、東京都の教員採用試験を受け直し、1989年に台東区の中学校に赴任。その後、東京都や目黒区の教育委員会、新宿区教育委員会教育指導課長などを歴任。2014年に、 千代田区立高島地中学校の校長に就任すると、子どもの自立を重視した教育改革に取り組み、宿題廃止、定期テスト廃止、固定担任制廃止など、従来、当たり前とされてきたことを覆した。宿題については、すでに分かっている生徒には無駄であり、分からない生徒には重荷であるとして、定期テストについては、ある時点での学力を切り取って評価することに意味はない。 として、固定担任制については、学級担任が、生徒に対して、責任を持ちすぎてしまい、生徒の自立を妨げるとして、それぞれ廃止した理由を述べている。また、制服の改定や、私服を一部導入するなど数多くの改革に、取り組んでいた。アドウェイズ CEO を務める岡村春久は、工藤の教え子である。ありがとうございます。